Roger, are you ready? Together, please, within my
今の2曲目の曲は、トイストーリー2、あのディズニーのアニメですね、あれに出てきて、カウガール人形だったかな、が持ち主の女の子に捨てられて、寂しいな、あの彼女が私のことを愛してくれた時っていう、ちょっと、ほろっとくるような、歌でした。それから1曲目の Sing Sing Sing、これはあのご存知のように、もう80年ぐらい前のヒット曲ですが、バーバルショーで大事なのはあのコレオってですね、振り付けなんですね。で、手が上がろうと上がる前と上げて振りを作るという、やっぱりあの動きがこのバーバルショーの一番大事な、要素の一つ、ということなんで、大変素晴らしい、コレオを見せてくれました。ロジャー・ロスが2曲、指揮をいたしました。彼はあの1992年、このバーバーショップの世界大会で、Keep Safe、というそのパフォーマンスで見事に、金メダルを取っております。さてここで指揮者が交代します。草井明、中村健太の、2人が続いて、曲を、コンタクトしていきますが、我が東京バーバーズの誕生当時からの指揮者草井明の指揮でまずお送りする曲は1946年の曲です。ブランチの歌で大変有名になりました、君がいてくれると童心が返ってくる、若返る、あの胸の高鳴りがまた戻ってくる、 You make me feel so young、 君がいると僕は若返ってくる、この曲です。You make me feel
願望で歌った。さて続いては副指揮者中村健太に登場してもらいます。ダンデ最年少26歳になったばっかり、という本当に若いですが、平均年齢が東京バーバーズ、あとで車のナンバープレートにも出てきますが、66ですから、この26歳というのは画期的に若いメンバーになります。したがってリズムの取りにくいジャズ曲の練習をボイスパーカッションでこのメンバーの動きを助ける。やっぱりテンポを取るのがうまいんですね。彼のコンタクトでお送りするのはアンチェインメロディーです。これはもともと脱獄を考える、牢屋に入っている人間のをテーマにしたアンチェイン、つまり鎖を外す、そういった、映画のテーマソングだったんですが、それがいつの間にか、ラブソングに変わっていったという、まあ、皆さんもどこかで聞いたことがあると思いますね。アンチェイン、家でも鎖につながれている人がアンチェイン、こういう思いを込めて聞いてもいいのかもしれません。まあそれはともかくとして、アンチェインメロディー、大変美しいハーモニーです。Thank you.
スタート。